Hi! JCAT ディレクターのアリサです。今から JCAT アーティストの広瀬久美さんのインタビューに行ってきます。名前を教えてください。あ、名前は広瀬久美です。どちら出身ですか？徳島出身です。で、簡単にご自身の自己紹介をお願いします。私は今絵を描いていて、アーティストでスタジオを持っています。で、日本から、ニューヨークに引っ越されたということなんでしょうか？そうですね、ニューヨークの方で活動の幅を拠点を広げたいなと思ってアメリカの方のニューヨークに来ました。日本とアメリカ、ニューヨークを行ったり来たりしてるんですか？そうですね。でももう最近はもう日本はバケーションオンリーで、ほとんどこっちで頑張ろうと思っています。そう、アーティストになったきっかけはありますか？なったきっかけね、でも小さい時からその漫画を描くのが好きで、絵は好きだったんですよね。それはきっかけかな。よく描いてましたね、小さい頃。小さい時に漫画を描いたのが一番最初のスタートって感じで。そうですね。ご自身が何か、インスパイアされ、それがアートにこうなっていくもの、自分がインスパイアされているものありますか？影響を受けているものっていうのは。影響ね。街だったり。そうですね、街のグラフィティとか影響を受けますね。でもこのスタジオは、ニューヨークのどちらにありますか？ブルックリンですね。ブルックリンのブッシュウィック。そうです。このスタジオには他のアーティストの方も借りてらっしゃる方多いんですか？そうですね、たくさんのアーティストがこのビルに住んで絵を描いています。広瀬さんにとってイージーライフって何ですか？エンジョイライフ。エンジョイライフね。友達との飲み会ですかね。アートに携わることで教えてもらいます。アートに携わることで、はい、他の人から見るととてもその人生を楽しんでらっしゃるように見えるんですけれども、自分のしたいことをして、すごくクリエイティブな生き方をされてるので、それを続けれる秘訣は良かったかもしれない。とりあえずね、いろいろ落ち込むことはあるけど、毎日ハイテンションで前向きに頑張るってことですかね。自分が落ち込んだら全部落ち込んじゃうし。落ち込む時もありますか？ありますね、たまには。でもそこはね、自分でテンション上げて頑張るって感じですかね。なんか落ち込んだ時にすごくこういうことをすると自分のテンション上がるとかっていうことありますか？でも音楽聴いたり、友達と話したり、自分が楽しいと思うことをしたらやっぱテンション上がりますね。この、ピースを作るいろんな大きさあると思うんですけど、大体どれくらい時間かかりますか？でも、3ヶ月とか4ヶ月とかやっぱかかりますね。毎日描いてですか？そうね、毎日描いてなんか形を直したりとかしてたら、それでね、毎日学校とかもあるし、それで時間が失われていくという。毎日何時間ぐらい？日によると思う。でもね、毎日そうですね、6時間ぐらいは描いてますね。下の壁の絵とか。何か、日本人のアーティストで、海外で活動したい、ニューヨークに引っ越したいという人にとって、いいアドバイスはありますか？アドバイスな。でも自分のしたいことをね、貫いて、そしたらもうそのままニューヨークに来たらいいし、いろいろ自分で考えて、その道を貫けばいいと思います。最後に、エンジョイライフの何かシークレットを教えてもらえますか？エンジョイライフのシークレット、飲み会。そうです、飲み会ですね。すいません。
ワイン飲み会、飲み会ですね。やっぱ友達との集まりが一番エンジョイライフですね。あ、やっぱ人付き合いも大事と思うんで、うんうんうん、友達と遊ぶこと、遊ぶことですね。アーティストですか、友達は。あ、アーティストもいますし、いろいろアメリカ人、アメリカ人の、うん、ですね、面白い人たちがたくさんいてやっぱニューヨークは面白い人多いですか。あ、そうですね、個性的なね、人が多いですね。うん、